はい、メダカ族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日今撮影しているのが土曜日なんですけど、土曜日の午前中、今5度とか6度しか今ないんだけど、気温の方が明日も若干低い。そう、月曜日からね、1週間ぐらいは気温が高いといってもまあ14度ぐらい、今からまあ10度近く上がるんでいいですね。ということで、メダカのシーズンに入ってきますよ。花粉のシーズンも入ってきましたんで、ちょっと今日はねマスクしてますけど、すいません、ほとんどね目もね、あんまちょっと髪も伸びちゃったんで目もあんまり見えてないですけど、はい、メダカのねシーズン、まずね3月12日にイベントがあります。小規模ながら鳥取県のね境港市夢港タワー1階 A ホールにてありますんでね、開催していますので、10時から15時の間にねお越しください。イノシシカレーはちょっと早めにね来ていただいた方がいいかもしれない。数量がかなり少ないんで、はい。あとね、メダカのクッキー、メダクッキーっていうネーミングのメダカのクッキーがあるんですよ。ミジンコの形したやつとかね、あとダルマメダカとか、そんなのもねありますんでね、またお越しください。はい、店舗数はそんなに多くないです。多くない、メダカすくいと即売、あとはなんだろう、ベタがあるね。ベタがノダッチが来るんで、ベタの、はい、販売もあるんで、またねよろしくお願いいたします。はい、ということで、メダカシーズンこっからね盛り上がっていくと思いますけど、あとイベントの方もかなり数が多くなってきます。今年個人的にも多いんだけど、全国的に多分ね倍以上になるんじゃないかなって予想してます。あと早いですよね、スタートが早くて、個人的な話なんだけど、3月はもうバンバンバンってありますね。で4月が若干空いてて、5月がねまた多いんですよ、なのでメダカ足りるのかなって思っちゃってます今。はい、玉の方もね販売してます。こういう NV13 用の玉とか、あとちょっとねちっちゃいやつとか、いろいろねサイズもあるし形状もいろいろ取り揃えておりますので、イベントの方にお越しください。メダカ族のブースで販売していますんで、はい、インスタの方でね DM いただければ直接発送もいたしますんで、またよかったらそっちの方もよろしくお願いいたします。はい、メダカねシーズン入りますね。入る前にこの今メダカ浮上してきません？あったかい時ヒューって上がってきますよね。どうしてます？餌やってます？どうしてます？まあ屋外飼育の話なんですけど今は、はい、屋内はね水温まあ大体加温してることが多いのかな、まあ普通にやってると思うんですけど、まずね一つお伝えしたいことがあるんですけど、加温飼育多分知ってるとは思いますけど、加温飼育すると寿命がね、メダカの寿命が一気に縮まりますんで、その辺はね知っておられるかな、大丈夫ですかね。その分ね短くなっちゃいますよ、というかかなり短いイメージなので、加温飼育するなら本当に産卵させるっていうことを目的に、改良を進めていくっていうことを目的に、繁殖を進めていくことをね、おすすめします。シーズンになってからねすぐね死んじゃうってことも結構ね多々ありますんで、はい、その辺ね気をつけてください。だからまあ自分の場合はその調子が悪くなったら無理にそこで立て直すっていうことを、ね、せずにね、で徐々にこうなんかなんていうかな、だましだましっていうかな、水温低い状態で保つと結構
その進行しない時があるんですよ。だからそのもしね太陽に当たって治るようなものだったらね、あったかくなって太陽に当たって治るようなもんだったらね、それだったらちょっと休ませてっていう、もう温度をねかけるのもちょっとね抑えて、で春にちゃんとした春の日差しが強い時にね、回復させるっていう方法もねやってるんですけど、まあいろいろなんでね、それは皆さんが選択していただければいいかなと思うんですけど、まあ無理にっていうか、その強引にというか、必ずこう回復させるっていう、その冬の間にそういう場合はね、回復させるんだったらもうそこから、ね、寿命縮んじゃうんで、その間はね加温するとやっぱ増やしていかないと、そこで途切れちゃうっていう場合が結構あるんですよ。だから、まあ、その辺ね気をつけて行ってみてください。はい、まあ痩せ細りの話もね、あの前回したんですけど、やっぱ痩せ細りはすごい原因がね一つじゃないんで、もちろんねその紫外線の影響でビタミン不足とかね、そういうのもあるし、ただそのビタミン不足だけがその原因かって言われると全然そうじゃないんだよね、っていうのが、あの水質がすごい原因があるっていうのがあるんですよ。その証拠にね、夏とかでも普通に痩せ細りになってるとこがあるんで、自分はないんですけど、ほとんどないんですよね、自分のところで育てる場合はね。水質が悪化してなるってなると、あんまない、本当にないんだけど、もういきなり死んじゃうパターンの方が多いんで、全滅とかの方が多いんでね、そっちの方が怖いっちゃ怖いけど、その、水質が原因で、細菌が体の中に感染して、それが原因とかね、まあ、寄生虫とかね、いろいろあるんで、まあ、その辺のね、見極めみたいなものがまた必要なんですけど、はい。まあまあまあ、その、加温飼育、ちょっと話ずれてきてるけど、加温飼育のね、場合、やっぱ、繁殖を進めていった方がいいかなと思いますよ。産まないんだったら一回止めるべきですね。そうしてます。終わっちゃうんで。自由ですけど、そこは。そこはね、自由なんだけど、なんか、繋がらないとまた面白くないっていうのがあるんで、まあその辺ね考えながらやってみてください。はい、浮上してきた話だね。浮上してきた時どうします？どうしてます？餌やってます。メダカ族どうしてんだと。浮上してきた時メダカが、普通にメダカね、もう気まぐれなんで、ああ今日餌やりたいなと思ったら普通にやります。やってます。そうするとね普通に食べてます。むちゃくちゃ食べないよ。ガーってなんかすごいことになんないけど、ビニールハウスの方はね、気温がまあ上がってくると10度ぐらいになっちゃうと、もう外がね、水温が、ビニールハウスの水温の方はもう20度超えてくるんで、もうバンバン食べるんですよ。で、むちゃくちゃ寒暖差があるんで、朝10度ぐらいまで落ちるじゃないですか。で、死ぬと思いますよね。死んじゃうと思います。死なないんですねこれが、結構ねやってみて分かるってことがね多い。なんか悪いって聞いてたんだけど、悪いって目に見えて悪いってことがないなーっていうのが今年分かりました。なんか普通に餌やってますね。大丈夫ですね。まあでもそれは俺がねやってることなんで、皆さんのところでどうなるかっていうのは責任が持てないんであれなんですけど、まあ徐々にね、そういう面白くないんじゃないですか、なんか見とるだけじゃね。だからやっぱちょっと餌やったりとかして、見たくなる、やっぱ好奇心というか、餌やってもなんか問題ない、
問題ないみたいうちはね。だからその辺ね、まあ自分で試してみてください。それが一番いいと思いますんで、うん、ただこういう寒暖差がある時とかあんまりやらない方がいいよとかっていうね情報もあるんで、うん、だけど実際やってみて何ともなかったですという話です。はい。まあ少しはね立ち上がり早く無事ならだけど無事なら、うん、そのまま春に向かって産卵に向かっていく時に無事ならね、あの立ち上げの方がちょっとね早くなると思いますよ。栄養をそんだけ取るわけだから、うん、かな。うん、まあそんな感じかなっていう思いますけど、まあ、室内のねで加温してるメダカの話に戻ると、加温してるメダカってそのまま温度がかかったまんま春に行くわけじゃないですか。移行していくわけね。そうするとずっと休んでないもんね。だから寿命縮むというか、まあ寿命縮むな、うん、縮む、確実に縮む、うん、これはね覚悟しといてください。まあいいですかねこの辺でね。はい。あとなんだろうね、春に向かって、なんだろう、まあ容器の準備とか水の準備とかはまあまだいいのかなって思いますけど、うん、作っとってもいいかもしれんけど、グリーンウォーターをね、はい、まあ、新しい水、グリーンウォーター作りたいときは新しい水を入れて、そこにグリーンウォーターを入れてやるっていう方法ですね。まあそれがいいのかなと思います。天気がちょっといいとねもう一気にグリーンウォーターになるんで、やってみてください。はい。今度はねイベントそんなにミジンコがあんまりできないかもしれない、まだね、うん、もしねミジンコ欲しいよってね言われる方結構多いんですけど、早めに来てやってください。はい、この辺でドロンします。メダ家族ドエシタピアよ。暖かい日がこれから続きます。よかったですね。